アルマンザルキアンは、ロシアの男性総合格闘家、サムツヘジャバヘティ州アハルカラキ出身、ライオンハート所属、UFC 世界ライト級ランキング13位、ジョージアのサムツヘジャバヘティ州、アハルカラキで、アルメニア系の家庭に生まれ、その後ロシアのハバルフスクに移住した。七歳から十四歳まで、フリースタイルレスリングを経験し、並行して、ロシアのプロアイスホッケーチーム、 アムールハバロフスクのジュニアユースでアイスホッケーを経験した。2015年プロ総合格闘技デビュー。ローカル団体で14戦13勝の戦績を残す。UFC2019 年4月20日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、オーバーム VS オレーニックでイスラムマカチェフと対戦し、0から3の判定負け。破れ走したものの、 ファイトオブザナイトを受賞した。2021年1月24日、UFC257 でマット・フレボラと対戦し、3から0の判定勝ち。この試合は、ザルキアンがライト級リミットから1ポンド体重超過をしたため、ファイトマネーの20%をフレボラに譲とする条件で行われた。2021年9月18日、UFC ファイトナイト。 スミス VS、シュパンで、クリストスジアゴスと対戦し、左フックでダウンを奪いパウンドで一四個勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。ありがとうございます。